はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、つむぎ組さんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。ですね、私のチャンネル、タウンホールから13まで幅広いタウンホール帯で、クラン対戦の動画を中心に扱っております。まあ、やっぱり、対戦でね、星が3個取れるかどうかって、このゲームやっていく上で大きなモチベーションにもなると思いますので、まあ、そこでこう悩んでる方に対して、こうヒントになるような、そんな動画を出していきたいというふうに。もし、これ最後までご覧いただきましていいなと思ったら、グッドボタンよろしくお願いします。まだですね、また登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方も、お願いできたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では、本日ですね、テーマはですね、スケルトン見ていきたいというふうに思います。タウンホール11、12のスケルトンをちょっと今日中心にやっていこうと思うんですけども、これやっぱりですね、まあ、なんていうのかな、強くてニューゲーム級のユニットなのかなって思いますよね。タウンホール12においてもレベルマックスのスケルトンが使えるし、まあ、それにやっぱ最近ですね、ウッドランチャーを組み合わせたアタックっていうのが非常に注目されていて、非常にこれ強いですよね。そこをちょっと今日お話ししていけたらなというふうに思います。合計タウンホール11が3本、12が2本という形でお届けできたらというふうに思うんですけども、まず1本目はシュウさんですね、のアタック見ていきたいと思います。ですね、こんな感じの村に対して、攻め手としては、北方面ですね、ここから、ずっとこうネクロマンサーを出していくとなるんですね。で、ウッドランチャーを中心にこう流していく。で、この攻めをする場合、注意するのは、壁の中から、撃ってくる防衛援軍に対して、こちらが壁の中にアプローチできないような区画を絶対作んないっていう。で、今回のケースでいうと、今、ライトニングで壊したこのマルチインフェルノ。これそうですよね。このままの壁の作りでいったら、永遠にこのマルチが打ってくるだけであって、こっちから打ち返せないという状況になりますので、こういうのは潰していくということですね。あと中のにあるイーグル砲と安いパンも同じような感じ。このアーチャーに今は一応ダイザーがあるけども、まあ、ここはあれかな。そんなに気にしなくても、中のアーチャークイーンは普通に倒せると思いますが、ダイザーは壊せないですよね。という感じです。で、ですね、この攻めをする場合、一番気をつけなきゃいけないのは、やっぱ壁の作りをどういうふうに組み替えるかなんですね。で、今回のケースで言うと、ウッドランチャーでこう真ん中に壁を開けていってるじゃないですか。で、この、壁を開けていってるのが非常に大事で、この壁開けをすることによって、中にネクロマンサーが数体こう入っていくんですね。こういうふうにぐーっと入っていきます。で、入っていって、さらにウッドランチャーから出てきた、このイエティたちっていうのが、今ここにいるグランドウォーデン像とかをこう壊してくれましたけども、さらに中にバルキリーも入ってますね。で、イエティプラスバルキリーがイーグル砲の方までこうアプローチを、していってくれます。で、そうなってくると残ったユニットたちはどこに行くかっていうと、当然外周にこう流れるんですけど、外周見てもらって分かる通り、壁の一層内側までこう壊せたりすれば、まあどうってことはないような感じになっていますよね。なので、外周をもユニットが、まあ、ネクロマンサーが歩くだけでそこはなんとかできちゃって、中心部分はイエティとバルキリーが壊してくると、まあ、いうような格好が作れる。で、この形が作れることが、やっぱネクロラッシュをする上ですごく重要な点になるというふうに。もうこれはですね、ユニットの出し方とかの順番なんかは、まあ、個人差があるんですけども、あらゆる方のこのネクロラッシュ系の目を見ていて、壁の中に、壁の中の区画から延々と撃ってくる防衛施設、それに対して打ち返せないような状況っていうのを作るような攻め方でやってる方っていうのはまず見たことがないですね。うまい方みんな、やっぱり全ての壁の中の防衛施設をどこからからか、こう、どこからか、こうですね、撃っていける、ネクロマンさんが撃っていけるような。風に壁をしっかりとウッドランで壊すなり、クエイクで壊すなり、ジャンプで超えるなり、ウォールブレイカー使うなりやっているというところを意識しているのかなというふうに、ここがやっぱりこの攻め方をする上での大きなポイントになっているんじゃないかなというふうに思います。で、2つ目ですね、こちら見ていきたいと思います。キャビンさんのアタックなんですが、こういう配置ってこれ皆さん結構よく見ませんか？僕大嫌いなあの配置ですね。クイティなんかやろうと思うとすごくやりにくいなっていうふうに思うんですけども、ネクロラッシュをする場合考えるのは、まあ、この辺ですね、こういうところをどういうふうに壊していくのかっていうことなんですよね。で、まず初手ライトニングプラスクエイクで両サイドの、マルチインフェルノと、エアスイーパー壊していきます。まあ、当然マルチインフェルノはスパネ、すみません、ネクロマンサーか、ネクロマンサーにとってすごく怖いユニ、防衛なんで、序盤に壊すっていうのはまあ当然あるんですが、でプラスこの部分のサイドカットも効かせるような形になってるんですよね。中心部にはウッドランチャーを流し込んでいくことによって、イーグル砲までこれを見ていこうという、ね、
スタンプの呪文を1枚持っていってるのこの真ん中に打ってですね、クイーンとか、ネクロマンサーをイーグル方にしっかりこう誘導しようと、まあ、いう意図があると。で、今回のケースでとしっかりと中央部と両サイドにこうユニットが流れていって3方向にばらけていてこう面で落ちていってますね。なので、中央部分に関しては、スーパーガーゴールが出てきますけども、スターシャの中から出てきたのが、これ、アイスゴーレムですね。こいつらがターゲットをしっかり取ってくれる間にアーチャークイーンに処理してもらおうと、まあ、いうような形で、目のプランを組んでるのかなというふうに思いますが、それが効いてきてますかね。アーチャークイーン、まだこの時点で生き残っていますので、しっかりイーグル砲も撃破。まあ、最終的には、もうクロークを使い切ってるんですと、最後まで伸ばすのがきつそうに見えたんですけども、かなりいい仕事してくれてますね。ボムタワーも壊してくれたんで、これはミクロマンサーにとっても美味しい仕事かなという。さらにクロスボウまで、撃破していって、テスラも壊して、だいぶ仕事しますね、このアーチャークイーン。クロスボウ行ってる間に、たくさん流れたのはこっちのクジ側だったんですが、ネクロマンサー、大量のスケルトンと一緒にどん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 進軍してきてますね。で、こいつらのスピードっていうのはやっぱり速いですね。どん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 この三次方面に向かって歩いていって、歩きながら思想を全部投げ倒す。ね。もう壁の周辺のこういうところに防衛施設がいっぱいあったりするので、そこを効率的にスケルトンとネクロマンサーで壊していく。で、中央部分に関してはまあ限られたユニット数ですけども、ウッドランチャーと一緒に流し込め、込んでいって壊していくというような、まあ、その攻めの展開ですね。これがやっぱり、さっき言ったその壁の作り方を変えるっていうところを意識しながらも、ユニットたちの動きっていうのをしっかりコントロールできてるっていうのが、多分成功の秘訣なのかなと思います。言うほど簡単ではないんですが、まあ、ユニットを出すタイミングとか出し方とか、どこの面から攻めるか、そこをやっぱり意識するのが、すごい大事かなっていうところですよね。で、今回のケースを見てもらうと、タウンホールがまずここにありますよね。あるので、ウッドランチャーを使うんだったら逆側からこう攻めていく。こういう3つの選択肢があるかと思う。なんですけども、まずこれでいった場合っていうのは、この辺がすごく処理しにくくなって、ちょっと難しい。で、逆から行った場合も、まあ、同じですね。ここが処理しに中央から行きましょうって言った場合。中央から行くと、まあ、理屈上は、この辺っていうのは外から殴れるし、こっちは壁の中から殴れるっていうね。中央にマルチインフェルノがあるので、ここに、まあ、少数精鋭で入っていったネクロマンサーたちみんなやられちゃいます。それをどうするかっていうと、やっぱりですね、ライトニングクエイクで追っていくんですね。で、ライトニングクエイクをもう 8-2 で持ってきていて、で、4-1-4-1 でしっかりと、マルチインフェルノを追っていきます。で、中央部分のこのクランジを、これをターゲットにさせて、ネクロマンサーを流し込んでいくという形になっていますね。で、流し込まれていたネクロマンサーは、おそらく数は少なくなるんですが、よくマルチインフェルノをもうすでに破壊していますので、まあ、少ない数でもしっかりとアプローチできていくというところかなというふうに思います。壁をもう実際ネクロマンサーそのスケルトンが殴り明けそうな勢いですね。数が多いんで。で、しっかりとそこにアーチャークイーンも入っていってほしいなというところなんですが、どうでしょうか。アーチャークイーン、これクロークを吐いていますが、おそらくこれ5射したのかな、クローク。どうなんだろう。体力満タンの状態ですからね。もしかしたらトームとクローク間違えて撃っちゃったのかな。ちょっとわかんなかったです。なんですけども、中から出てきたこれはイエティがアーチャークイーンと一緒にやっぱり中央部に入っていって、で、アーチャークイーンは壁の中の方にどん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 進軍しながら、中から防衛を壊していくね。で、まあ、これは多分、必ずそうとは言い切れないんですが、内側にある防衛って、言ってもこう、あんまり強いものがないんですね。ウィズ島とか、対空砲とか、イーグル砲とか、単体で強いクロスボウだったりとか、は序盤に落ちちゃってるし、大砲とかアチャトは外側にあるんで、これはもう完全に、外側のスケルトンがターゲを取ってくれるという形ですね。アチャクイーン最終的にはイーグル砲の方まで向かっていきます。で、ネクロマンサー特に今回は三次側にいっぱい流れましたかね。で、こいつらが主力になってどん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 タウンホールホームに迫っていくと。アーチャークイーンはそいつのネクロマンサーたちが来る前に、イーグル砲周りのウィストとかですね、まあ、イーグル砲この辺を片付けていくという形ですね。素晴らしい波状攻撃になっているんですが、これで多分、序盤のやっぱ出し方、面選びっていうか、どこから出すか、どういうプランでいくか、もうほぼほぼ多分全てで、出してからって今度もやっぱり、トームを使うぐらいしかやることがないと思うんですよね。ここが、いかにちゃんと練れるかだと思うので、本当にもう出したらもう止まらない。もう出し方をちゃんと間違えなければ出したら止まらないっていう、まあそういう戦術なのかなっていうふうに思います。で、ここから先はターンホール12になります。ちょっとね、これはすごく難しいのを、12一発目ちょっとお見せするんですが、
やっぱ12になってくるとね、きついのが、マルチフィルドが、3本出てくるっていうケースがあるんです。さらにタウンホール、これギガテスラの状態になるので、超強力な、複数攻撃をやってくるっていう、まあ、ユニット、防衛ですよね。これが結構きつい。あの、ハイ攻撃とか複数攻撃か、マルチインフェルの複数攻撃ですね。の施設が増えちゃうっていう、2個増えるのはね、だいぶ大きいと思うんですよ。で、それに対してしっかりまずライトニングクエイクでアプローチしていって、ここを折っていきますね。で、もう1本あるマルチインフェルのをどうするかっていうと、これウッドランチャーで折っていくんですね。で、主力のネクロ部隊がこっちから出てきます。中に壁に隙間があるんで入っていきながら、ぐーっと回って全開していくという格好ですね。で、ゴーレム1縦にしてからのウッドランチャーを出していって、このマルチインフェルノにウッドランチャーアプローチでかけていく。で、ネクロマンサー少量出していってます。まあ、この辺のカットを試みてるんだろうと思います。まあ、単体防衛しかない、単体ダメージ与える防衛しかないので、まあ、それで全然いけちゃうっていうところですね。で、見事ウッドランチャーはマルチインフェルノを撃破し、中から出てきたイエティがピストーも撃破。中心部分に関してはもうまずクランジョーだけというところで、ね、防衛軍しかないなので、主力はこっちから出していきますね。しっかりとこのイーグル方方面に入りながらぐるっと外周を歩かせて、最後のジャンプはここで使っていきます。アンコールに対しても最短距離でアプローチしていくという格好ですね。このプランをマリアさんよく思いついたな。しかもこれ初見でやってるっていうのがまたすごくて、初見でよくこのプラン思いついてやれたなっていうところですよね。フランチでマルチインフェルノちゃんと折れるのとか、まあ、そういうその、相手の体力とこっちの攻撃力のバランス感覚っていうのもよくご理解されているの上の攻めだと思うんですけども、これには衝撃を受けました。すげえな、このネクロ攻めと思って。で、スケルトンって、レベル5、レベルマックスのネクロマンサーが出すスケルトンっていうのは、当然タウンホール13レベルのユニットなので、結構な数が出るわけですよ。で、そいつらが、ギガテスラのターゲットってそこそこ取ってくれるんですね。とはいえ、やっぱり、正面突破でぶつかって、なかなか勝てる施設ではないので、ジャンプとフリーズをこう添えていきながら、今これ、アイスゴレムも弾けたかな？で、固めていきつつ、しっかりとここ、ネクロマンサーでアプローチ、本体とスケルトンを使ってアプローチかけて、ね、アーチャークイーンもそこに稼いで。グランドオーデンのエタナルトープン、ここまでおそらく持たせておくと、ユニットが減っちゃう。序盤にだいぶ。やっぱ序盤って一番火力集中するところでもあるので、そこをしっかりと討問をかけて、多勢に無勢の形を作って、攻め手側優位の形を作って、ユニットを生き残らせて進めていくっていうのがすごく大事で、まあ、これどんな攻め部もそうなんですけども。それをするためにやっぱ終盤タウンホールを破壊する場合にはフリーズを取っておいて、で、そこだけピンポイント固めて突破していくっていう、まあ、方法が上等手段かなというふうに思います。マリアさんのパターンっていうのも序盤にボムを吐き出しておいて、で終盤は、アイスゴーレムとフリーズの呪文でタウンホールを止めていくという形を作っていましたね。これが見事に決まった。3本あるマルチインフェルノをどう処理するかっていうのも一つのヒントではあると思うんですけども、まあ、とてもハイレベルなアタックだったかなっていうふうに。何せ、ここをね、よいしょ。ここ、マルチインフィルノをカットすると同時に、この部分の面のカットっていうんですか、奥深くまでのカットを入れておいて、ユニットたちが、こっち方面に反れないようにしておいて、しっかりと全部3時方面に回るようにこう誘導するっていう、このテクニックですよね。これは、なかなかにしてレベルが高いなって思いました。はい、というところですね。あともう1本あります。ラスト1本。ですね。パーレットさん。前回はラバルを見せてくれたんですが、本当何でもできる方ですね。すごいオールラウンドプレイヤーな感じ。今回もマルチインフェルノが3本ですね。で、そこには、しっかりとクエイクライトニングでアプローチをかけて、同じですね。で、最後のこのマルチインフェルノ1本は、今回はタウンホールに直線的に、ここからこうネクロを出していくんですけども、出していくので、そのまま一気に中心部に入れていくという。言い過ぎこの部分を序盤にカットしていくことによって、ネクロマンサーたちがこう中に集まるのか、まあ、中に集まったネクロが、ヒーローたちとして、合流して中心部分に流れ込んでいくという感じですね。ウッドランチャーで壁をしっかり開けていってますが、開ける時のこの開き方っていうのかな、開く速度っていうか、もうタイムリーに決まっていていいですね。タウンホール12でネクロマンサーの進行速度と、ウッドランの壁開ける速度っていうのも結構、いい具合にリンクするのかなっていうのを見てて思います。ウッドランチャーの進行が遅すぎると、ネクロマンサーが壁が開いてないから別のとこ行っちゃうし、逆にこれが、ウッドランチャーが早すぎると、ウッドランチャーがどんどん先行して、あっという間にウッドランチャーが溶かされちゃうっていう、ダメージを受ける。
ゴーレムたちの後ろにこう隠れて隠れながら、壁を開けてくれる、いい感じにネクロマンサーと一緒に進軍してくれるっていう、まあ、そういうバランス感覚ですね。これがあの12にはあるのかなっていう。でもって見事やっぱね、ヒーローが全真ん中に入ったらこれは強いわ。でそのままクロークを吐いたアーチャークイーン、中心部分から攻められるクロスボウ4機に襲いかかっていくね。これは援軍として持ってきたイエティかな、ウッドランチャーから出てきたイエティも相まって一気にクロスボウ4本を叩き寄って、こうなってくるともうあとは外周からこういうところはアプローチがねかけれますので、ネクロマンサー外周回ったネクロマンサーがこうそれぞれを破壊していって、最終9時に着地して全壊滅と持っていくという感じですね。うーん、素晴らしい。いやー、うまいな、やっぱりこれ。あのタンポール12においてやっぱりレベルマックスのネクロが使えるのは大きいですね。あのシングルインフェルノ3本の環境とか、環境っていうかそういう村を見つけた場合には特にこういう攻め方っていうのをあの検討してみたらいいんじゃないかと思いますし、あのマルチ3本でも今見てもらった2本のようにね、こうクエイクライトニングを使って2本処理、1本はウッドランチャーを使って処理みたいな、ウッドランチャーで壁開けながらマルチ壊せるっていうのも非常に美味しいので、まあ、そういうような攻め方をしていくと本当に11、12ではこの戦術って、出す面と、まあ、その攻め方のプランですよね。これが決まった瞬間にもうほぼほぼ、そこでもう勝負ありになっちゃうのかな。タイミング見計らってこの呪文を打つとか、まあ、そういう要素があんまないので、あの運ゲーじゃないな、運ゲーって何て言うんだろう、もう技術要素っていうのをその攻めの最中にそんなに求められない、もうプランニング力がすごい高い人だったらこれ結構本当にハマるんじゃないかなって思います。ぜひね、今回のような攻め方のそのポイントっていうのを参考にしてもらって試してみてもらえればなというふうに思います。いかがでしたでしょうかね。本日これネクロマンサーの、攻め方5本、紹介をさせていただきました。もしこれ参考になったよということでありましたら、グッドボタン押してもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います。また、チャンネル登録なさってない方いらっしゃいましたら、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。そして、タウンホール11から13、幅広くですね、私のチャンネルを扱ってまいりますので、またこういった動画、これからも出していきます。ぜひ、そちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。では、本日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。